そうですね、一皿が料理ですね。やっぱ切って出せるじゃないですか。ごめんなさい、そっちまで。あの、俊介君のところは結構まあまあ、あんま騒げないっていうか。あ、すげえうまい、うん、こういうロース食いてんだよな。こういうロースだったらもう食える。うまいなぁ。いや、もうあっという間に多分もう予約取れなくなるんですよ。ここ Looking like a fool. All those nights alone in our bedroom. You said one thing and did another, didn't you? No, this I refuse to be blue. Don't try to deny it. You know it's true. The shame is on you. すげえピッカピカっすね、全部が。そうっすね。よろしくお願いします。本当に牛肉が好き、本当に好き、そのまま食べて、酢味噌はもう味変で味付いてもらえます。私ちょっとなって2000枚めっちゃうまいですけど、黒キビのソーダ割りもいただきました。ヨンさんが美味しいという気持ち、うん、これ美味しいです。いや、6人です。津波のお刺身、はい、そのまま食べます。津波、生で食うんですか。おお、うまいやん、これ。市場の方の店に行った時に、はい、毎回タレ買ったじゃないですか、はいはい、なんかこういうことする焼肉屋さんって高専さんぐらいしか知らなかったんで、海鮮と面倒くさいことやるなと思いましたよ。僕あんまり尊敬したりしないんですけど、アンさんはめちゃくちゃ尊敬してます。僕の結婚式の挨拶もアンさん。あ、そうなんですね。そんなつながりが。おいくつなんですか。30、今年2になります。え、アンさんはいくつですか。僕の1個上なんで。あ、そっか、単純に1個上か。はい、33の年です。まあ、上下関係1個って言われたけど、もう奴隷解けないみたいな。へぇ、そうなんだ。もうすごい、すごいんですよ。こっちはこの道歩いたら道は国のもんでしょ。3年生のものだ。3年生のものだもん。あ、そうなんだ。あ、レバーです。うん、レバーめっちゃいいよっすね、これ。あれ普通取っていいですか。すごいよ。やってもらって、ニンニク少しつけて食べて。うまそう、これ。このままついてます。ニンニクだけ少量つけて。少量でいきましょう。甘い。ニンニク美味しいな。はい、ニンニク。半透明だから。絶対ですね。それ足したいですか。はい。一番好きなもいいですよ。あ、僕も。あ、もうね、パンの中でも、うん、一番これ。このカウンターでってこれすごくいいですね。はい、これ見ながら。めっちゃいいですよね。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。焼肉でこれあんまなくないです。まあ、我々そんなに行ってないですけど。そうですね、あんまないかもしれない、ね、街の焼肉屋とかしていない、うん、だいたい奥で何、奥で何やってるか分かんないです。目の前でもったりはない。確かに。ここってどういう意味なんですか。意味は、まあ、心地いい意味だ。あー、はい、すげえシンプルでしたね。そうです。温泉マークが一応ついてるんですけど、ロゴが一応温泉マーク。あー、本当だ。温泉じゃないですか。公園で小杉湯っていうのが有名なやつね。そこを僕、小学生ぐらいからずっと
ですか。あ、じゃあ地元なんですか。地元です。あ、そうなんだ。ちょっとここオープンする前に考え事するときにやたら銭湯行ってて、で、なんか心地いいなと思って、ひらがな3文字でよかったら心地でいいな。そっか、この場で味つけてるんですね。そう、強っていうか、塩だれってできてるやつじゃない。そうですよ、できてるやつに大体入れてもう揉むだけじゃないですか。人数がわーってなった時これやってたら大変なですよね、これ。そうですね、あとはそのキムチとか何とか、まあそういうものにつけるとか、これ任せらんないですよ、多分。だって味全然違っちゃうじゃないですか。はい、下についてます。じゃあ下もそのまま全然食べれます。ご飯食べたい人も言ってください。いいからタレもあるみたいな。うわー、そしたらご飯だな。そういうのに合わせて、さっき言ってたからもう萎えるんで、バイバイか。美味しいけど、あんまり出してくれないですか。あんまり出してくれない。あんまないです。あの、美味しいけど、そこは結構まあまあ、あんま騒げないっていうか、ちょっと腹が大きいぐらい。あ、すげーうまい。汁がきつすぎなんですよね。きついとこ多いですもんね。で、味とちょうどいい塩加減ですか。めちゃくちゃうまいっす。ありがとうございます。うん、すげえうまい。これタンシタルは単品でも頼めるんですかね。いや、でも名前書いたってことないですよね。黒毛和牛のタンシタル自体がちょっとメニューに書いてない。あ、そうだ、基本はあるんですけど、はい、みんなに出す分はない。あー、これ絶対食った方がいい。タンモトとタンシタルセットでも1人前にしてるんですけど、これ4人前ぐらいです。あー、なるほど。全然ないんだ。ってことは通常でやったり、これだけでやったり2人前しか取れないんだ。でもこれ美味しいってあんま知られたくないですよね。絶対今後高くなる。あの、僕結構動画で言っちゃってます。タン下はなんか、なんだろう、タン下みたいな。そう、扱いじゃないですか。後輩とか連れてっても、僕がタン下ばっかり頼んで、パン頼まないと、すげえケチってると思う。違うんだよ、これは、これが美味しいんだよ。筋いっぱいあるし、なんか貧乏くせえだよね。もう厚切りタンが食べたいとか言われるんだけど、いや、これが美味しいんだって。かわいい。好きなんです。うまい。ちょっとチーズがありそう。やっぱ結果残してますからね。特注でなんか、ぬるま湯とかでめっちゃ。はい。タレがうまい、うん、そもそも下町の焼肉の味ですよね。はい、このタレ、これは見づらいですじゃないですか。うん、はい、こっちでいいです。ごめんなさい、こっちまで。はい、はい、全然うまっ。プレーオープンの日に来れる幸せですよ。幸せですよ。いやー、これはめっちゃ幸せ。いや、僕まさかもうオープンしてると思ったんですよ。そうです、僕も本当に申し訳ないです。いえいえ、これオープンしてて席いっぱいだったらそんなに、あ、まあそうですね、あの贅沢な時間できないです。はい、今日だからですね。喋りかけられない。絶対喋りかけられない。戦場みたいな。いや、もうあっという間に多分もう予約取れなくなるんですよ。流行るのは担保されてる焼肉屋。そうですね、担保されてる。絶対担保されてるもんね。逃げないやろうとしたんすね。超うまそう。ノブさん2秒ずつで半生で食べてください。半生2秒。ノブさんもうタレつけないと大丈夫です。そうっすね。もうカルビとか注文しなくなってきて。いや、はい、すぐ出します。
完全な赤身っすね。ロースが脂っこいとか言うじゃないですか、みんな、うん、全然そんなことないですもんな、うん、ちゃんと肉の味しますもんね。こういうロース食いてんだよな。こういうロースだったらもう食える。これやっぱココシさんってタレが面白いから、ご飯を食べた方がいいと思うんですよ。あ、辛味ですか。はい、すごい、すげえ分厚いですね。超分厚い。見てますね。あれのサルトこの量まで食ってやったから。そうですね。一皿が量ですね。ちょっと切って出せたじゃないですか。めっちゃ大変です。やりながら網の交換とかまで指示して。いや、やってることえげつないですよ。あーこれすごいな、すごいな、もうあ、本当ですか。もう美味しい。ガツンと焼いてもらって、はい、さっき屋さんとかって三鷹にあるの伺ったことあるの、はい、あ、いい音色ですね。あ、この小豆色すごい。でもないですよね。うんまっ。この塩だれもバッチリ。めっちゃうまいこれ。ありがとうございます。自分はほとんど何もしてないし、自分自体がうまいって感じ。腕がある人ってそういうこと言うんですよね。何もしてなくねえな、これ見てるわ、危ないですよ。塩で腕先なんで。めっちゃ高くてね。嘘つきですよ。めっちゃしてるから。仕事ができるほど何の業界でもそうですよ、簡単にやるんですよね。また味付けする。ほらまた。中みたいな。これは。感覚だもんなこれ。そうね。背が高い。あ、なるほど。下がり。はい。こちらやっぱり真ん中で翌焼きで、はい、5割のタイミングと8割のタイミングでまたタレにつけてください。意外と。いきなりいきますか。めっちゃ楽しいこれ。これでライス一杯いけますね。もう一回つけますか。全然聞いてないですね。これ超うまそう。タレをたっぷり含ませて。いやあ、めっちゃしみしみだ。うーわ。ライトすげえちょっとずつ食べる。これはうまい。これは間違いない。うまっ。タレが完璧ですねこれ。それ完璧です。うまいなぁ、すごいな。同じあの黒クリームソーダ味を。おませ上手ですね。こんななんか純真無垢な笑顔で言われたらもう止まらないもん。止まらないですよ。すごいな。え？あんなにね、うちじゃないか。うちじゃないですか。ギャラとポコペロの塩。やらとこぶが塩の味がね、うまい。塩の味がね、すばらしい。
ね、ほぼ全部がライバルで、すごいっすね。トイレフォアとか、はい、じゃあ最後ホルモンとレバー、じゃあ最後レバーいけんじゃないですか、これか、うん、味噌のやつだから、あ、味が深まった。みんな、あの中までオープンキッチンってすごいですよ。いや、もう焼肉屋の誰もサボれないですね、うん、逆にいいかもしれないです。あ、いいっすか、もちろんもちろん、あのコーナーと、はい、それ以外のロッキー、黒切りのソーダもいいね、はい、止まんないみんな。余韻で飲みます。余韻で飲みます。余韻で。結構太いんだな麺が。結構そうですね。ロリオカレーに。この麺ね、ちょっともちもちした。うん。食感がいいです。うん。うん。これ麺の場合や、まあ、別の特注とかじゃなくて、これ何ですか、スタンダードの麺よりちょっと課金したら、ああ、ちょっと課金したんですか、でもこれ麺ちょっと香りありますよね、そうです、何の香りだか感性分かんないけど、あ、でも感性もしかしたら使ってます、ラーメンっぽい香りですね、黄色っぽい、ね、これってあのアンさんとやっぱ焼肉の話とかするんですか。あ、しますよ、はい、僕が直接会営業前に会いに行く、あそこまで遠いっすね、去年多分6回行ったんですけど1回も食べてます。めっちゃ好きじゃないですか。でも流派気づきましたよね、なんかそういう肉ごとに誰か会えたりとかいろいろ仕事細かいし、ここまでやってないからね、焼肉屋さんって。そう言ってもらえたら本当に嬉しいです。出ないです、なるほど、間に合えてよかったです。いやいや、こういうこと、これ間に合えなかったら大変だなと思って。 You left me stranded looking like a fool all those nights alone in our bedroom you said one thing